すごくこうツヤっぽくなるんで、ファンデーション塗っていない状態なんですけども、見てこれめちゃめちゃツヤ肌すごくない？皆さんこんにちは、改めましてリメイジです。今回は極寒韓国の地でも乾燥知らずになったスローエイジングについて皆さんにシェアをさせていただきたいなと思います。私のチャンネルでは元美容部員の経験を生かし、美容医療から海外コスメまで幅広く皆さんにシェアをさせていただいております。旅の動画も出しておりますので、ぜひそちらもご覧ください。最近韓国で短期滞在をしていたんですけれども、本当に国全体の美意識が高くて、久々にねカルチャーショックを受けて、空港にね着いた瞬間も皆さんトイレに駆け込んで UV をつけていたり、ここまでね国民全体がね美意識高い方がねレベルがね高いのが本当にねびっくりしました。韓国ではスローエイジングっていう美容概念が当たり前のコモンセンスなんですけれども、皆さんねご存知でしょうか？韓国の皆さんは日頃のスキンケアからエイジングケアを取り入れて、老化をね完全に防ぐことは難しいとは思うんですけれども、健康で美しい姿を長く維持しようと努力する方がすごく多いんですね。お若い方でもエイジングケアのニーズがすごく高いので、コスパのいい商品がめちゃめちゃありました。今回韓国で最もこれ人気だなと思った製品があるので、それをね皆さんにぜひシェアをさせていただきたいなと思います。エイジングをこれからね始めようとしている20代の方はもちろん、本格的なエイジングケアを目指す大人の女性の方まで年齢問わずに1日でも早く取り入れてほしいアイテムがございますので、ぜひ楽しんでね見ていただければ嬉しいなと思います。早速ね皆さんも気になっている商品についてシェアをさせていただきたいなと思うんですけれども、これは韓国でも日本でも本当に大人気があるナンバーズインというものを皆さんご存知でしょうか？韓国では本当にねもうめちゃめちゃ有名なブランドなんですけれども、日本人の方ももちろんね知ってる方多いと思います。先日行われたオリーブヤングアワードにもノミネートされていたり、総合1位に輝いたこともある商品なんですけれども、韓国のオリーブヤングって化粧水だけでも300個以上あるの。その中でも上位にいつもノミネートされてるって、めちゃめちゃ本当に愛されているブランド、そして効果効能の高いブランドだと思うんですけれども、先日ね私の X でも記載をしたんですけれども、本当に韓国で話題性の高いブランドなんですね。で以前私こちらの動画でナンバーズインの3番のこちらのシートマスクを皆さんにシェアをさせていただいたんですけれども、一番初めに私もナンバーズインの商品で使ったのはこちらのシートマスクだったんですね。全部ナンバーズインのシリーズはほぼほぼ使用したことがあります。パックも使用したことあるんですけれども、その中でもやっぱり3番が私の肌悩みを一掃してくれたアイテムだったんですけれども、3番のシリーズはどんなシリーズかというと、毛穴キメケアですごく有名なシリーズです。シートマスクの他にこちらのトナーと、そしてセラムがあるんです。この3番のシリーズは Q10 でも常にランキング上位になっているのは皆さんご存知でしょうか？この毛穴キメケア3番には発光成分というものが主成分で配合されています。お肌の老化防止だったりくすみ、お肌の弾力を改善させてくれる効果があるのがこの3番のシリーズです。で今回注目していただきたいキーワードが美肌菌というものです。皆さんねなんとなく聞いたことあるなっていう方多いと思います。この美肌菌というのはお肌のあらゆるトラブルとか乾燥から肌を守ってくれるすごくいいお肌にある菌なんですね。肌をきれいに保つためには必ずなくてはならない成分なんですけれども、実は悲しいことに年齢を重ねることにどんどん減ってしまう常在菌なんですよ。発光成分というのは美肌菌をチャージしてくれて、エイジングケアにはなくてはならない成分なんです。ただ発光成分ってすごく高いんですね。デパコスにも配合されているものたくさんあるんですけれども、正直、コスパ的にもすごく負担がかかるものだと思います、発光成分っていうのは。なので今回はプチプラでこの発光成分がチャージできる2点について皆さんにシェアをさせていただきます。発光成分以外にもすごくいい成分が配合されているので、それをね簡単に説明をさせていただきたいなと思います。ナイアシンアミドとアデノシンです。ナイアシンアミドはね本当に日本でも大人気な成分だと思います。美白の成分でシミそばかすのメラニン生成を抑えてくれる効果がございます。そしてアデノシンはコラーゲン生成をしてくれる効果がございますので、スローエイジングには絶対に取り入れていただきたい成分になります。
この他にもこちらのトナーには50種類以上もの発酵成分が配合されています。デパコスでもこれだけめちゃめちゃいい成分が配合されているというのはなかなかないので、本当にねコスパがいいなと感じます。これだけいい成分が入っているということで、塩感を早速見てみたいなと思います。少しとろみのある化粧水なんですけれども、もたつかずにスルッと肌に浸透します。化粧水だけでもこれだけキメが整うのが感じられて、本当に肌に浸透するのが早いんですけれども、朝このように3番のトナーを乾燥しやすい方にパックすると1日中ね保湿感が続くので、乾燥によるメイク崩れもしっかりと防いでくれます。で、臨床実験もしっかりと行っていますので、1回での肌の弾力の効果 9% ですね、 9.09% アップ。その他にもこういった様々な毛穴にしっかりとアプローチすることができる製品になっています。で、もう1点ですね、このトナーと一緒にご使用していただきたいのはこちらの3番のすべすべキメケアセラムです。相乗効果で一緒にご使用していただくと毛穴の改善が期待できます。クリームの後のような張り感が得られるんですよ。本当にねクリームを塗るのを忘れそうになるぐらい肌の弾力が変わります。特に乾燥肌の方は効果は感じやすいと思います。結構発酵成分ってツンとしたね香りがしやすいものが多いと思うんですけれども、そういった独特な香りがないので、香り苦手な方でも本当に使用しやすいと思います。私もめちゃめちゃ乾燥肌なんですけれども、翌日ね乾燥した韓国の地でも突っ張り感を感じたことは一回もねなかったの。先ほどのね動画でも分かる通り、すごくこうツヤっぽくなるんですよ。今日も使用してメイクをしているんですけれども、ファンデーション塗っていない状態なんですけれども、見てこれめちゃめちゃツヤ肌すごくない？で、今日の朝もちゃんとパックをしてメイクをねさせていただいたんですけれども、本当にツヤ肌を目指している方とかには絶対にね使用していただきたいんですけれども、今ね紹介をさせていただいたこのセラムにもガラクトミセスが 21%、 そしてビフィスズ菌が 42% も配合されているの。ガラクトミセスといえばね、皆さんもご存知の通り SK2 のエッセンスにも配合されているものですね。ピテラになります。もう一個すごいのがビフィスズ菌、これ言いにくいよね、ビフィスズ菌が配合されていて、これはこちらですね、エスティローダの大人気のこの美容液、これも同様、水分とかあと乾燥の改善、そして肌バリアを強化してくれて、インナードライにもすごく効果的な成分になっています。このデパコスと同じ成分が配合されていて、これだけね低価格で使用することができるっていうのがね、本当にねここの強みだとは思うんですけれども、効果効能もうすごく私的には良かったので、今回皆さんにシェアをねさせていただきました。化粧のりが良くなったので、よりキメをね整えてくれる効果は高いんだなって感じたものでした。その他にも使用方法で併用 NG、 これと違うもので取り入れて使用したいんだっていう方に向けてなんですけれども、皮膚低刺激性テスト済みで基本的に併用不可の NG 成分のものはないんですけれども、すごく刺激の強いものと使用したいなっていう方は一度パッチテストを手で使用してからご使用いただきたいなと思います。はい、ということで今回は極寒韓国の地でも乾燥を改善されて、さらにスローエイジングまで取り入れることができるスキンケアについて皆さんにシェアをさせていただきました。日本でももちろん Q10 でも購入することができますので、気になる方は概要欄の方をチェックしてみてください。早いうちから本当にスローエイジングをしていただきたいなと、そして全てのね肌トラブルの要因とも言われている肌の乾燥というものも改善していただきたいなと思います。一つこれ最後に皆さんにお伝えしていきたいんですけれども、ナンバーズインさんとのタイアップのプロモーションとしてこのね製品をご使用させていただいたんですけども、私ねその前にもナンバーズインは使用したこと何度もねあるんですけども、やっぱりねタイアッププロモーションというとちょっとねいろんな面でがっかりされるなという方も中にはねいらっしゃると思うんですけども、タイアップだからこそより詳しく本当にこの製品について知ることができて、自分もすごく納得した上で皆さんにシェアをすることができたので、昔からね私の動画を見ていただいている方だったら絶対にわかると思うんですけれども、いい悪いしっかりとね物申すぶった切るチャンネルでございますので、本当に今回のナンバーズインの製品はこれからもね使用し続けたいなと思った製品でした。今回も動画ご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしてください。ありがとうございました。